おお、なんかカタカタカタって、おお、すごい。それと同じ感じでね。ああ。カタ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 、音が鳴って。いや近づけるときと離すときも動きますね。どうも、VCP のゆきたんです。VCP のハチョです。はい。今回なんかご用意ありますか。はい。今回はですね、静電気に関する実験なんですけども。はい、白鍵電気って知ったの？はい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 、中学生で多分習うと思うんですけど、白が開いたりとかして、それの応用バージョンでおうこういうのがあるので作ってみました。おう、まずちょっと動かしてみてください。そうですね、やってみます。白鍵電気の応用って言ったらなんか動きそう、まあ、軍手をはめて塩ビ管、うん、軍手をはめて塩ビ管、はい、でティッシュでこすりますね。はい、で近づけます。はい、するとおお、なんかカタカタカタって、おお、すごい。近づけても離しても動く。はい。もう一回やってみてください。はい、もう一回やってみます。それと同じ感じでね。ああ。カタ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 、音が鳴って。じゃあ近づけるときと離すときも動きますね。おお。すごい。離しても動く。少し残ってんだ。あ、そうですね。あ、じゃあ結構それを。あ、もうちょっと今。往復させるといいの。近づけて離す。お、で？近づける。おお、すごい。近づけても離しても動く。そうですね、その瞬間っていうか近づけた時に動いて、うん、離した時に動くみたいな。それがアルミ缶なんですけども、うん、表面をちょっとバラして大丈夫か。あ、いいんじゃないですか。こういう風に表面を削って、紙やすり、紙やすりです。紙やすりとかで削ってあります。うん、おお、削らないと、削らないとうまくいかないので、オッケーオッケー、こことかだけでも削った方がいいかな。何を使ってるのかな。こっちですかね。はい、こっちです。でこの上の部分はストローと輪ゴム、うんうん、とあとアルミホイルです。うん、これはどうやってくっついてるんですか。これはもう輪ゴムにアルミホイルをギュッてやって固定させてます。なんか接着剤とかではない、うん、なく、もうそのままギュッてやって、それ、うんうん、ゴムだからなんか絶縁みたいな感じで、ね、そうですね。紐だとしかも弾性があるから動きやすい、弾むっていう、ね、そういう工夫もあるんだね。はい、あとポイントなり、どんな感じ。あとポイントはこの下の発泡スチロールが実はめちゃめちゃポイントで、うん、ポイントですね、うん、本当にこれ、まあこの下ベルトとかでやると同じ条件でやってもこれ動かなかったりするんですよ。なのでこの発泡スチロールの上でやること、とても大きなポイントとなっております。うん、本当にそうです。はい、あとはこのアルミ缶の距離、ね、あ、そうですね、あんま離しちゃうと本当にこれはもう絶対動かない、いや動きはするけど、まあ弱い弱いみたいになっちゃうんで、できるだけ近づけて近づけて、アルミホイルとの距離ね。あ、そうです、アルミホイルとの距離ね。触れない程度に、触れない程度にかなり近づけて、はい、うん、みたいな感じで、うん、あとなんかその棒は何、そうですね、大事ですね、塩ビ管、こっちは塩ビ管、まず両手軍手、両手軍手で、ティッシュこれ重ねて折ってるやつなんですけど、それを使って、まあ、こういうふうにこすって静電気を発生させています。うん、じゃあそれどういうメカニズムかっていうのを簡単に説明することで、はい、はい、じゃあ原理の説明していきます。はい、じゃあまずね、私は何をしましたか。塩ビ管をこすってましたね。そうですね、塩ビ管をこすることでティッシュと塩ビ管が帯電するんですね、はい、別々に。で塩ビ管がマイナスの方に帯電します。おうおうおう、でこの図でいうとここ、ね、なんですけれども、うん、塩ビ管がマイナスに帯電して、うん、それをこのアルミ管に入れると、うん、アルミ管がこっち側がプラス、うん、こっち側がマイナスみたいに偏りが生まれるんですよ。ってなると、この真ん中のアルミホイルは、うん、まあその偏りがないんですけど、内偏りが生まれたことでピンと引き寄せられる、はい、で近づくっていうか接触します、うんうんうん、そうするとここにあったマイナスがアルミホイルの方に移動します。あ、数減ってますね、ちゃんと、うん、ちゃんと数が減って、こっちがマイナスになって、はい、そうするとここのマイナスとアルミホイルのマイナスで反発、あ、まあ、こっちがマイナスの電荷が多くて反発するってことです、ね、うんうん、そうです。でここが反発して、その反発した勢いでこっち側つきます、うん、はいはい、もう片方のアルミ缶につく、につきます。そうするとこの、うん、この中にあったマイナスが、うん、まあついたことで
出るっていうか放出される、そうこっち側にマイナス移動して、この真ん中のアルミホイルはこの最初の状態と同じ状態になって、うん、っていうのが繰り返されていって、カタ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 って、ああなるほどなるほど、なっています。でこれは近づけた時の話、はいはいはい、でこれ遠ざけると、あ動いてた、確かに、そう遠ざけても結構カタカタって動くんですけど、それはこの電荷が逆になってる、あプラスとマイナスが、そう、こっちが次マイナス、こっちがプラスになってっていう、そうそうそう、ただまあ同じなんですかね、そしたら、そうそうそう、起こってることは一緒で、あっていう風になります。あ動く仕組みがこういうこの 1,2,3 の繰り返しなんですね。そうです、っていうような原理でこれカタ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 動いていました。なんかこの電荷の偏りが大事なんですね、そしたら、うん、はい、それでよかったですか、はいはい、はい、大体 OK ですね、はい、そもそもでもこれがなんで引っ張られるんだっけ、はい、このアルミホイルのこのプラスの部分を寄せられるってこと、そうそうそうだよね。でこれ、これまあ矢印書けばよかったかな、あ、こ、はい、こっちの過剰なマイナスがこっちに移動してるって、これ2つだから2つ書いてあるな、うん、そうです、 OKOKOK、 マイナスに帯電、おめでとうございます、はい、よくわかりました、素晴らしい説明でした、はい、そんな感じで今日は静電気、白鍵電気の応用バージョンみたいなのやって、はい、なんかこれ名前つけたら何なんだっけ、アルミ缶、カンカン、アルミカンカン、ちょっと逆っぽいですね、アルミカンカン、好きそうだ、あ、それでいくかじゃん、アルミカンとカンカンっていう音で、カンカン、昔からね、やってる人いたんだけど、その誰が始めたかっていうのちょっと分かんなかったんで、うん、ね、そういう人のをたくさん やってる人の参考にしましたってことでね、そうです、はい、はい、はい、まとまりました、アルミカンカンでした、じゃあアルミカンカン、はい、アルミカンカン、